ているの？しまった。あなたたち、ニーナさん、その姿は一体？いる。え？行かなきゃ。これ逃げんじゃねえ。あ、ニーナさん、行っちゃった。すごい速さ。たまげたな。うちもすっかり騙されてもうたわ。ニーナさんが魔物だったなんて、こんなこと。いや、事態は思ったより深刻かもしれない。どういう意味？俺たちはここ数日、人食いの魔物の居場所をつかむため周囲を探索したが、結局見つかりはしなかった。だが、もし人食いの魔物が普段は魔物の姿をしていなかったとしたら、見つからなくて当然だ。それってニーナさんが人食いの魔物だってこと？そこまでだ。オーレン、ずいぶん都合よく現れるじゃねえか。そんなに間のいい男じゃなかったはずだけどな、お前。いつからいた？多分オタクらと同じだよ。オーレンは知ってたの？ニーナさんのこと。うっすら気づいてはいたよ。目にしたのは今日が初めてだかな。覚悟してても心臓に悪いぜ。嫁さんが化け物になる瞬間ってのはよ。オーレン。さて、今度はこっちが聞く番だ。お前ら、これからどうするつもりだ？どうって、とにかくニーナさんを追わなきゃ。追ってどうする？もしニーナさんが人間を襲って食べているんだとしたら、そんなことやめさせる。そうかい。だったらお前らを通すわけにはいかねえな。オーレン、それってどういう？来い、相手になってやる。貴様、どういうつもりだ？話し合いなんぞ無駄だろ。あちらさんやる気満々みてえだぜ。さっきまでとは雰囲気が別もんじゃねえか。てめえ、猫かぶってやがったね。引く気はねえか。仕方ねえ。オーレン、本気なの？構えろ、カナタ。こいつかなりやるぜ。油断したらこっちがあの世行きだ。あんたらに恨みはねえ。むしろいい人間だと思ってる。だが、ニーナに手を出すってなら容赦はできねえんだよ。一気に切り抜ける。俺と戦いたくなんてないよ。アマちゃんが、こっちにはこっちの事情があるんだよ。追陣が遅れるぞ。断じる。さすがトガビト集団ってとこか。離れしてやがる。もうやめてよ、オーレン。どうして俺たちが戦わなきゃいけないの？お前たちがニーナの秘密を知ったからだ。お前たちにも誰にもニーナを撃たせるわけにはいかねえ。違うよ、オーレン。俺たちはニーナさんを撃つつもりなんてない。ニーナが人を食っているところを見ても同じことが言えるのか？ニーナがお前の仲間を頭から噛み砕いても、そんな綺麗事が言えるのかよ！それは、でも違うよ！俺たちはただ、ニーナさんを止めたいだけなんだ！なもん信用できるか！落ち着け、オーレン。お前は一体ニーナの何を知っている？何を知ってるかって？さあね。確実に分かってることなんて何もねえよ。ただ、気づいちまったらさ。そりゃ気づくだろ。人が襲われ食われたって騒ぎになる夜。
あいつは必ず家からいなくなるんだからよ。俺だって信じたくなかったよ。でもよ、ベッドで一緒になって、あいつの口から血の匂いがするたびに、揺らいで、こぼれ落ちていっちまうんだ。そんなはずはない。ニーナは人間だって確信がよ。じゃあ、本当にニーナは？俺は、それでもわずかな望みを信じて調べることにした。魔物に変化する人間なんて聞いたことがない。だったら、一般的に現存する生物ではない可能性が高い。そう思って行ってみたんだよ。ミラスメグールの近くにある古代生物研究所にな。そうしたら、ドンピシャよ。そこにあった資料にはしっかり書かれていたぜ。魔物に変化する人間。いや、人間に変化する古代生物のことがな。ニーナがそれに当たるというのか。他に考えられるかい？資料にはこうも書かれていた。その古代生物はどう猛で、激しい食肉衝動を抑えられないとな。だからしょうがねえことなんだ。ニーナが人を食ってたとしても、それは生きるために仕方なくやったことなんだよ。仕方なかったって済む話やないやろ。食べられて殺された人にだって生活があったはずや。大切な人だっていたはずや。あんたは言えるんか？そうやって残された人たちに仕方なかったから許してくれって言えるんか？うるせえよ！そんな正論はうんざりなんだよ！だいたいてめえらにだけは言われたくねえ。揃いも揃って、トガ人風情がよ。俺、それで俺たちを止めて、その後はどうするつもり？このままニーナさんが人を食べるのを黙って見てるっていうの？あいつが魔物になった姿を見ちまった以上、確信を得ちまった以上、もうこの街にはいられねえ。アウラも連れて、どこか人の寄りつかない場所に移り住むさ。だがそれも全部、ニーナの身の安全を確保してからだ。てめえらみたいなトガ人を、ニーナに近づかせるわけにはいかねえ。今の声は？まさか、ニーナさんが人を？いっそろそ！行かせねえって言っただろうが！オーレ！ニーナには、指一本触れさせねえ！私が直々に相手をしてやろう。たとえ人食いの獣だろうと、その手は、血塗られていようと、ニーナは、俺が守ってみせる！戦うしかないの！どうだ！ここを追陣か！オフレーム！ダッチル！ダッチル！今のうちだ。行くぞ。うん。でも。チキショ、愛してるんだ。あいつを。その手が罪で汚れていようと。そんなこと関係ねえ。人食いだろうと。たとえ悪魔だろうと。俺にとってはたった一人の女なんだよ！オーレン。カナタ。うん。行こう！ニーナ。悲鳴は、こっちの方向からだったはずだが。もう、とっくに食われてるんじゃね？
縁起でもないこと言わっといて、想像してまうやん。ニーナさん、本当にあのニーナさんが？もし本当にニーナが人を食べていたら、止める手段がなかったら、その時は。わからない。でも、全力を尽くすしかないよ。うん。そうだね。全力を尽くそう。たとえ罪で汚れていても、守りたい。そんなオーレンの気持ち、私にもわかるから。なぜ街中にまで魔物が？さっきに引き寄せられたのかもしれねえな。だが今は邪魔くせえ。蹴散らしてこうぜ！え、やろう！この音は？何かがやり合ってる音だな。しかも結構派手によ。急ごう！どういうこと？魔物同士が戦ってる？ニーナ！チッ、邪魔すんじゃねえよ！これ以上、血を流させはしないわ！なんだよこれ、どうなってやがるんだ！おらぁ！クスネ、なんでだよ！あんた同胞だろ！どうして俺の食事の邪魔をするんだよ！確かに私とあなたは同族。でも、人間を食すことは決して許さない。ニーナ、あなたの気配を感じるたび、止めるために外に出てずっと探していた。間に合わず多くの命を犠牲にしてしまった。それでもようやく今日見つけたわ。あなたは私がここで倒す。同族だろうと人間を傷つけるあなたは私の敵よ。いい子ぶりやがって。お前だって同じはずだ。人間が食いたいんだろ本当は。違う、私はあなたとは違う。絶対に。いや、畜生め、逃がさないわ。早い、もうあんなところに。見て、女の人が倒れてる。さっきの悲鳴はきっとこの人だよ。息はある。どうやら気絶しているだけのようだ。襲われてたとこをニーナが間一髪助けたっちゅうとこやろな。ニーナは人を助けていたんだね。キューキュー、ニキュー。ニーナ。なんだよそれ。じゃあ夜な夜な外に出てたのも、ずっとあいつを止めるためで。お前は、お前は。うぜえな、うじうじしてんじゃねえよ。今てめえが反省して後悔して、それで何か変わるのか？てめえが今すべきことは本当にそんなことかよ。そうだな。思いっきり自分をぶん殴ってやりてえが、そんなもんは後回しだ。俺はニーナを救いたい。俺たちも手伝うよ。ニーナさんを追いかけよう。間に合ってくれよ。俺はお前に言わなきゃいけねえことがいっぱいあるんだ。ニーナ、ニーナ、どこだ？まさか人食いの魔物が別にいたとは。うちらもニーナに謝らなあかんな。疑ってもうてごめんって。俺は謝るくらいじゃ済まねえよ。てか、自分で自分が許せねえ。あんなに近くにいたのに、誰よりもニーナを知ってるつもりだったのに、あいつが人を食い殺すなんてあるはずねえのに。旦那失格だ。みんなでニーナに謝りましょう。そのためにも。うん、今急ごう。ニーナ、
あいつの罪も、人食いの業も、すべて受け止めてやるつもりだった。だが、そんな必要なかったんだ。ごめんな。信じてやれなくて。俺は変わる。変わるからよ。どうか、無事でいてくれ。みんな、しつこいんだよ。よかった、無事みたいだ。ミーナ、俺だ。怪我はないか？あなた。すまねえ、ミーナ。俺はお前を。いいのよ、分かっているから。バカ野郎！そうやってお前がいい女だから、いい女すぎるから、俺がいつまでもクズのままなんじゃねえかよ。オール。どうしてここに人間が。ニーナさんに加勢しよう。こいつを倒さなきゃ。声が聞こえる。お母さん、お父さん、そこにいるの？ハル、来ちゃダメ。閉めたぜ。え？アラ、逃げろ。いや、あいつ、アウラを人質に。てめえ、アウラを離しやがれ。動くんじゃねえ。簡単なんだぜ、こんな棒切れみたいなガキ殺すのはよ。首を一噛みだ。肉も骨も喉も全部一瞬で噛みちぎってやろうか。だったら一歩も動くな。そっちにいる人間どももだ。分かってな。くそ、汚ねえ真似を。アウラ、アウラ、お母さんの声がする。どういうことなの。ごめんな、アウラ。お前には後で話さなきゃいけないことがたくさんあるな。ごめんなさい、お父さん。夜中は外に出ちゃいけないっていつもお母さん言ってたのに。でもお母さんもお父さんも家にいなくて、それで。ごちゃごちゃとうるせえんだよ。首を。やせ、やめろ。動くなと言ったはずだぞ。このまま締め殺してやろうか。アウラ。大丈夫、おそらく気を失っただけだ。いいぜ、そのまま、そのまま俺が逃げるまで動くんじゃねえぞ。待ってろアウラ、必ず助けてやるからな。よし、そのまま動くんじゃねえぞ。アバよ、アウラ。あいつ絶対許され、粉みじんにしてやる。待って、俺たちも行く。みんなで助けましょう、アウラを。ありがとう。行こう、みんな。どんどん街中の魔物が増えているぞ。多分私とあいつが発する罠に引き寄せられているんだと思う。どうやらそういう特性があるみたいなの。不思議な感じやな。姿はそんななのに声はニーナやなんて。ごめんなさい、私も私がどういう存在なのかよくわからないの。ただこうして生まれてしまった。
そのまま生きてしまった。それだけ。今はそんなことはどうでもいい。お前は俺の妻で、大事な娘がさらわれてる。それだけで十分だろ。これからのことは、家族三人で帰ってからゆっくり話そうぜ。ええ、そうね。必ず助けようね。みんなでアウラを。ザコが俺の道を塞いでんじゃねえよ。どけどけどけ。こんな時まで楽しそうやな。ほんま不謹慎なトガオニや。それでも今は頼りになるよ。俺たちもビシャスに続こう。不本意だけど、今は手段を選んでる時じゃないものね。そういうことだ。アウラに何かあったら、私。落ち着け、ニーナ。きっと大丈夫だ。まだ間に合う。キュッキュ、ニッキュニッキュ。ニッキュも励ましてくれるの。ありがとう。アウラ、必ず助けてみせるわ。この身がどうなろうとも。いたわ、あそこに。くっ、追いついてきやがった。だがよ。なんや、魔物がうじゃうじゃや。来い、もっと来い、俺を守れ。魔物を自在に引き寄せられるというの、こんな力が。ザコがどんだけ群がろうと一緒だっつの。片っ端から掃除してやるよ。ザコ掃除は終わりでね。うん、あとは来るんじゃねえ。返してもらうぞ、俺たちの娘を。動くな。人質がどうなってもいいのかよ。ニッキュー、こいつ噛みやがった。アウラからあいつの手が離れた。今なら非常食の分際でいい仕事するじゃねえか。よっ、よし、アウラを取り返したぞ。ニーナ、アウラをこっちへ。ねえ、アウラ、アウラ、大丈夫か。気を失ってるけど、怪我はないみたいね。よかった。ほな、あとは卑怯者にお仕置きするだけやな。畜生、俺を舐めるじゃねえ。絶対許さない。覚悟しろ。あなたは私がここで終わらせる。マジでやっちゃう。俺はただ食事をしてただけだ。何が悪いんだよ。ニーナさんだけに任せてられない。俺たちもやろう。卑劣のツケは100万倍にして返さなあかんな。全然甘えよ。俺なら1億倍だ。見ろか。受けてみろ。ここまでだ。観念しろ。そうみてえだな。だが、
だが一人じゃ死なねえ。この力は、お前も気づいているだろう。俺たちの血に宿るマナが魔物たちを引き寄せていることを。そのマナを全力で炎に変換すれば。なぜ、何なのこの熱風は。これじゃ近づけない。辺り一面燃やし尽くしてやれ。体内のマナを自分の意志で発火させたのか。魔物を引き寄せる性質といい、こいつは一体。今は考察してるときちゃう。なんとかならへんの。くそ、せめてアウラだけでも。ニーナ、なんだと。同じ力を持つ私なら、私だけが今のあなたに近づける。これ以上熱が広がる前にあなたをさせるぜよ。一体何が。光も熱風も収まっている。つまりこれは、ニーナ、ニーナ武士か。うわっ、ああ。なんでだよ。生まれた瞬間から生の肉が食いたくて食いたくてしょうがなかった。特に人間の肉は格別だ。匂いでわかる最高のご馳走だってよ。お前だって、俺と同じことを感じてたはずだ。なのに、なのに、なんでだよ。それでも、私は。ニーナ！ニーナ、しっかりしろ、ニーナ！ひどい出血だ。あなた。ニーナ！私は、確かに、肉を求めていた。直前まで生きていた、生命力の残る、新鮮な肉を。だからね、時々、森に出て魔物を、つまみ食いしてた。下品よね。あなたは、気づいてたんだね。私が森に行ってること。どうだっていい。今はそんなことだけど、聞いて。私はね、一度だって食べなかったんだよ。人間だけは絶対に。ああ知ってる。お前がそんなことするはずねえ、するはずねえって、ちゃんと考えれば分かったはずなのに。俺ってやつは。私は、あの男と同族だけど、だけど、決定的に違うの。だって私は、人間を、あなたを愛してしまった。ニーナ、子供の頃初めて見た時からずっと好きだった。あなたを好きだったから人間を食べずにいられた。あなたに愛された時、死んでもいいくらい幸せだった。ニーナ、なんだよそれ。なんで今そんなこと言うんだよ。あなたが私を疑ってたの知ってたよ。でも、それでも本当のこと
私の正体言えなかった。あなたの前ではできるだけ長く人間の女でいたかったから。私のわがままだね。ねえ、あなた、もう一つだけ私のわがままを聞いてくれる？今すぐ、すぐに私を殺して。人間の姿でいるのはね、とても力を消耗するの。このまま力尽きたら、私は魔物の姿に戻って魔物として果ててしまう。だけど人間のまま、人間の姿を保ってる間に殺してくれれば、私この姿のままで。何言ってんだよ、何の話だよそれ。もう私は生きられない。わかるのよ、アウラはまだあんなにちっちゃいんだぞ。あの子を置いていなくなるつもりかよ。大丈夫、あなたがいれば。俺じゃダメだよ、俺なんかじゃ。絶対に大丈夫よ。ちょっと弱いところもあるけれど、大切なもののために一生懸命になれる優しい人。私、人を見る目はあるの。リーナ。あなた、どうか。あ、なった。綺麗だ、リーナ。愛してるわ、あなた。俺。何してるの？俺。何？何なのこれ？ニーナはもう。どうして？どうしてこんなことしたの？なんで？お母さんを殺したの？違うんだ、アウラ。俺は。日記、日記記。許せない。絶対に。お父さんなんか。お父さんなんか。オーレン？いいんだ。ビジョンオーブ、お父さんを、お父さんを裁いて！声が響いてくる。奥さんを旦那が殺すなんて。愛憎のもつれかしら、みっともない男。身勝手そうな男だもんな。このような男がいるから女性が虐げられる。どうせ家庭はほったらかしにしていたクズ。男として最低。消えてくれ。消えてください。消えろ、消えろ。
聞いてよ。私の前からいなくなってよ、この人殺し。執行者だ。遅えよ執行者さんよ、もっと迅速に来てくれねえと。さあほら、さっさと俺を消してくれ。ちょっと何言うてはるの、早よ逃げな。どうして逃げる必要があるんだよ。妻を殺したクソ野郎だぜ俺は。そんなやつ消されて当然だ。違う、そんなことない。俺たちは見てた、俺たちは知ってる。俺の思いもニーナさんの気持ちも。なのに一部分しか知らない人たちの勝手な祈りで消されるなんて、そんなの絶対に間違ってるよ。あなた、みんな執行者からオーレンを守ろう。うん、カナタならそうするって分かってたよ。ま、しゃあないな。おっさん守るんは主義やないけど、今回は特別や。ニーナの思い、同じ女として無駄にするわけにはいかへん。執行者オーレに近づけさせるな。陣形を組むぞ。ビシャスもいいね、やるよ。ああ、わってるよ。行くぞ、執行者。俺たちが相手だ。いつものことだが、キリがないな。ちょっとビシャス、さっきからなんでだんまりなん？やる気ないんとちゃうやろな。あ、もしかしてあれとちゃう？死にたいなら勝手に死ねとか思ってるんちゃうの？すーぐそうやって突き放すん悪い癖やで、ほんまに。おい、おっさん。うん。愛だの恋だの、そういうのは俺にはよくわかんねえ。使いらねえし、必要だとも思わねえしよ。だがそれでもな、さっきのあんたの意志、よかったと思うぜ。さっきのは随分と美しい殺意だった。覚悟を持って相手を思いながら殺すってのは、綺麗なんだな。いいもん見せてもらったぜ。なのによ、ビジョンオーブの向こう側のクソバカどもは、そんなことみじんも理解しちゃいねえ。なんで殺したか、お前らの間に何があったのか、そこんとこ考えもせず、殺したっつう事実だけで断罪を願ってやがる。クソだよな、マジで。いけすかねえよな、とことん。そんなとこ。全部ぶっ壊すに限るぜ！つうことで感謝しろよ、おっさん。俺は俺の意志で、気に食わねえからこいつらぶっ潰す。ま、いいもん見せてもらった礼でね。珍しいわ。ビシャスがああいうこと言うなんて。あいつも少しは変わってきたってことちゃう。ええことかはともかく。何なんだよ。お前ら、俺はトガ人なんだぞ。妻を、ニーナを殺した最低のクズでクソ野郎だ。なんでそんな奴を守ってんだよ。バカじゃねえの。オーレンは確かに、ニーナさんを殺した。でもそれは、ニーナさんを思ってることじゃないか。誰かを思って背負った罪は、何も知らない他人に断罪されていいものじゃない。逃げるなんてダメだよ、オーレン。辛くても、自分で考えて正しい償いをしなきゃいけないんだ。カナタ、俺は、チキショ、俺はどうすりゃいいんだ。
何をやっているオーレ、少しは自分の身を守ろうとしろ。うるせえな。自分の身を守れだと、そんなもんごめんだ。俺はな、さっさと死にたいんだよ。オーレン、愛してたのにニーナを殺しちまった。苦しいんだよ、心も体も張り裂けそうなんだよ。もう嫌だ、無理なんだよ、こんな苦しみ俺には耐えられねえ。アウラを一人で育てたく自信もねえ。生きてだってしょうがねえだろ、こんな奴はよ。まったく情けねえな。せっかく人が大奮発してやってるのによ。うるせえな。俺は何も頼んじゃいねえぞ。お前が勝手にやってることじゃねえか。確かにな。じゃあなんでお前は勝手にやらねえんだ？なんだと？吐き出してみろよ。自分が許せねえなら、自分を殴るつもりで言葉を吐いてみろ。吐いて吐いて吐きまくりゃ、ようやく最後に残って見えてくるかもしれねえぞ。お前の意志ってもんが。俺はずっと怖かったんだ。ニーナの、まっすぐな愛称が、ろくでもねえ俺なんかに、ずっとついてきてくれた。支えようとしてくれた。あんなできた女他にいるわけがねえ。でもよ、だからこそ、俺にはニーナが眩しすぎたんだ。俺なんかにはふさわしくねえ、不釣り合いだ。どうしてもそう考えちまう。そのせいで、いつからか俺は、ニーナをまっすぐ見られなくなってた。人食いだと疑いながらも、真実を知るのが怖くて、あいつに向き合って、問いただすことすらできなかった。それがお前の罪か。そうだ。怖がって目をそらし、あいつを見てやらなかったことが、俺の罪。だがよ、今この目にはしっかり刻まれてる。あいつの最後の美しい姿が、たとえ人殺しだろうと誓って言える。最後の最後に、ようやく俺は愛を貫いたと。お父さん。だったらそれでいいじゃねえか。他人にどう言われようと、自分の選択を誇って叫びやがれ。罪に飲まれるか、罪を食らうか、汚れた定めで答えを刻め。とっとと終わらせるとするか。オーレンもブラッドシーンを。そうだよな。他人にどう思われようと、あれが俺たちの愛の形だった。それを辛いなんて言ったら、お前に叱られちまう。そうだろニーナ。やれるの？ああ、任せとけ。引き裂かれそうな痛みも背負って、ぶち抜いてやるよ。神の剣、アグリゲットショット。サバにはかっこいいところ。いざ。大船に乗った気でついてきな。天使の声、ゴールドラッシュ、僕に力を。
なんなんだこりゃ。すっげえ力なのに妙に馴染んできやがる。当たり前だろ。それはお前の罪で、お前だけのブラッドシンなんだからよ。ブラッドシン、もう大丈夫なの俺。ああ、俺とニーナの愛は他人に何を言われても揺るがない。そいつに気づいたからな。愛って恥ずかしくないの？恥ずかしいことを恥ずかしげもなく言えるのが大人ってもんだぜ。なんよ、すっかり開き直ってもうて。だが卑屈でいられるよりずっとマシだ。それは同感や。ま、そういう開き直りを人様は一番嫌うみてえだけどね。なんだこりゃ。ああ、好感度低すぎて執行者が膨れ上がってもうたやん。はこんなの倒せるのかよ。倒せるよ、みんなでやれば。少なくとも今からはお前は一人じゃない。やるぞ、俺。感激だね。こんな血気盛んな若者集団に混じれるとは。言っとくがペースは合わせてやらねえぜ、おっさん。上等。やるからには年の功ってのを見せてやるぜ。いい返事だ。じゃあ最後の総仕上げといくか。行くぜお前ら、狂っちまうほど踊ろうぜ。たまにはかっこいいところ見せてやるよ。そこですか。おい、神の剣アグリゲットショット絶好プリジンガー。手を運動めっか。大勝利ってやつだな。さすが俺。自分一人の手柄みたいに言ってんじゃねえよ。年を取ると若者の手柄を奪うようになるからダメよね。えらい偏見やな。ま、あながち間違ってなさそうやけど。お父さん。アウラ。お父さん、さっき言ってたこと。アウラ、俺は言い訳するつもりはない。ニーナを殺したのはこの俺だ。だが同時に俺たちは誰よりも愛し合ってた夫婦だった。それも本当なんだ。何それ、わかんない、わかんないよ。じゃあどうしてお母さんは。アウラ。アウラ、アウラ。私どうしちゃったの。お前。何これ、なんて力だ。すまねえ、取り押さえるの手伝ってくれ。うん、ディシャスも手を貸して。めんどくせえな。ほらよ。はん、ほらほら、しっかりしろ。落ち着け、眠っているだけだ。そうか。今のどういうこと？ビジャスが触った途端、姿が戻ったように見えたけど。
俺が知るかよ。とにかく、アウラを家まで送っていこう。ゆっくり休ませてあげないと。いや。それなら家よりももっといいところがある。俺に任せてくれ。それからさ、アウラを預け終わったら、少し手伝ってほしいんだ。手伝うって何を？ニーナの墓を作るのをな。あんまりいい場所じゃなくてごめんな。でも、静かな方が落ち着くだろう。ニーナさん、安らかに眠ってください。ニッキュッキュ。悲しいんだね。ニッキュは、とても可愛がってもらっていたものね。ニッキュ、ニッキュ。さて、これからどこに行くんだ？夜は腰が痛くなるから、昼間のうちに移動しまおうぜ。何？まさか、ついてくるつもりなのか？だってお前ら、ビジョンオーブをなくして世界を変えるんだろ？母親がニーナなんだ。アウラがああなるのは必然だったろうさ。だが問題は、あいつが自分の意志で姿を変えられないことだ。もし人前であの姿を晒したら、アウラはきっと辛い目に遭う。せやろな。人はとにかく得体の知れないもんを怖がるもんやさかい。何もしてへんのに、あの姿だけでビジョンオーブにさらされてまうことだって十分あり得る話や。そんなのひどい。だからといって、アウラをずっと人から遠ざけて誰にも見つからないように生活させるなんてのも無理だろ。手が窮屈でしょうがねえよ、そんな生き方。俺もそう思う。だったらやることは一つだ。アウラが安心して暮らせるように世界を変える。それしかねえ。アウラが笑顔でいてくれなきゃ、ニーナに顔向けできねえしな。じゃあ混ぜてくれよ。世界を変えるトガビと珍道中によ。珍道中ではないけどな。っていうか、次どこ行くも何も、うちらはオーレンにその手がかりを頼んでたんやけど。おう、キャスクの資料か。すっかり忘れてたぜ。うえ、最初からこれかよ。幸先悪い。私としても、彼方に悪影響を及ぼしそうな大人が増えて非常に遺憾だわ。まあまあ、そう言わずに。資料のことなら心配ねえからよ。ほんまに？ああ、俺を信じろって。ついでにアウラの様子も見ていこうぜ。じゃあ信じるよ、オーレン。これからは仲間だもんね。そうよ。改めてよろしくな。うん、よろしく、オーレン。頑張っていこうね。俺たちで世界を変えるために。